野さん。そうよ。マジ？悪いな、こんなとこ付き合わせて。あのさ、ここでちょっと待っててくんない？あのな、あのな、驚くなよ。俺今から加納先生んとこ行ってアタックしてくるから。任せろ、俺は愛をつかむぜ。そういうわけで俺行ってきます。なあ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 、聞けよ、聞け聞け聞けって。 OK だってよ。すげえよ、信じらんねえ。言おうとしたらさ、先生の方から個人レッスンしないって。マジ、ちょっとお前のおかげ、お前が聞いてくれたおかげ。じゃあ俺先生ん家行くから。うおー、やべえ、俺何も準備してねえ。でもいきなり今日そこまでは。いや、先生大人だしな。あ、まだいたのか。じゃあな。君か、おかえり。ごきげんよう。依頼を受けていただき、成果のご報告を。素晴らしい。それでは。
そういえば。町の真ん中にシャドウ、しかも交通機関を乗っ取るか。これはいよいよ始まった可能性を検討する必要がありそうだね。モノレール、モノレールにモノレール、プッそうだ、メモメモっと。だが今回の勝利は偶然に味方された要素が大きい。特に最後、運転台の操作を誤っていれば、あれだけで命に関わったに違いない。シャドウが集団で機械を乗っ取るという前例のない行動。モーター。モーターが壊れて、モーターどうしたんだ、今日は冴えてるぞ。メモメモっと。ちゃんと歩道を歩きましょう。車道は大変危険です。はあ、本題からだいぶそれたところで乗ってきてしまったが、まあよし。そうだ、書き溜めておいて今度みんなが集まった時に全乱発射だ。靴下を発掘した。はあ、もはや作戦と何の関係もないね。へ、それからと。聞いた？はいはい。
ということであり。1年生にちゃんと片付け教えなきゃ。ん？で、携帯でさ、写真撮ったっぽくアピールしたわけ。ならさ、あの子超ビビってさ、半目外が通り越してんの。弱み握られちゃったみたいな。なんつの、マジ世界の終わりって顔？だって声とか出なくなってんだもん。うわ、ダセつか、ビビって泣いてる顔とかみんな超ウケるよね。いわゆるいじめ？ひまね。なにこの声、あたし呼んでる？あ、声何も聞こえないけど。ちょ、マキ、どうしたわけ？つか聞いてる？ねえ、マキってば。あんた大丈夫？ごめん、なんだっけ？言っちゃった。なんか嫌な感じだな、ああいうの。飲もう。ヌーベス。ヌオウ、ヌイマス。ヌトキ、ヌエバ。ヌワヌなら、ヌってみせよう、コトトギス。そろそろ、一件落着の時間です。かなり腕を上げたね。素晴らしい。拙者も負けてられません。良き好敵手に出会えてよかったです。時にお尋ね申す。拙者、日本的な服を作りたいでござるが、何が良い？実は拙者、作りたいものあるにはあるですが、やはり着物がいい。されど着物は侮りがたい代物です。拙者、着物の作り方を存じません。さらに材料高い、借金で首が回っちゃう。今一度考えてみるよ。アドバイス、オンに切るディス。
異国の地日本にて拙者の相談相手はお主だけなれど、お主と一緒なら拙者大船に乗った気分です。いやはや、もうこんな時間でござる。カラスが鳴くから帰るです。またね。おかえり。トレーニングに専念できるおかげでかなり体にキレが戻ってきた。リーダーを引き受けてくれたお前には礼を弾まないとな。好きなだけ食って帰れ。責任ある立場に疲れもあるだろう。やはり大したやつだ。俺の目に狂いはなかったようだな。あとは経験を積むことだろうが、無理はするな。何かあればすぐに言え。俺も協力は惜しまないつもり。やっぱり月光館の真田さん、岩戸台に住んでるって聞いてたけど、うわ、すごい超ラッキー。私たちファンなんです。一緒に写真撮ってください。これから予定がある。それに写真は好きじゃない。怪我されたって噂でしたけど、もう大丈夫なんですか？困ってることはありませんか？私、差し入れとかしちゃいます。ねえ、あれ何？さあ、芸能人？見てく？行くぞ。ここで同じようなことがあったが、こんな街中までとはな。試合で勝ち続けるうち、取材を受けたりネットで噂されたせいだろうな。納得だ。俺は動物園のパンダじゃないぞ。俺はただ強くなりたいだけだ。鍛錬を重ね、力をつけた自負もある。だがその結果、望まない面倒ばかりが増える。さて、ようやく諦めてくれたようだ。気を取り直して飯にしよう。あまり遅くはなれないしな。いいじゃんよ、俺らいい店知ってっから。やめてください、困ります。一杯だけでいいっつってんじゃん。なあ、来いって。やだ、やめて。おい、それくらいにしとけ。警察を呼ばれたくはないだろ。はあ、なんだお前。警察だ。ガキがカッコつけてんじゃねえよ。さっさと消えな、てめえ。待て、お前いい動きしてんな。なんか格闘技やってんだろ。
だったらなんだ。暇なら俺と遊んでくれよ。ちょっと裏まで来い。お前みたいに生きがってるやつ見ると潰したくなんだ。ちょっと強えとか言われてんだろうが、どんなのか試してやる。なんだこいつ、ビビってんのか。やはり面倒だろ。お前は下がってろ。すぐ片付ける。ああ勝てると思ってんのか。安心しろ、素人相手に怪我はさせない。俺も格闘家の端くれなんでな。おいそこ、やめなさい。行くぞ。ですから、あいつらが先に手を出そうとしてきたので。話は署で聞くって言ってるでしょ。君たち高校生だろ。親御さんに連絡するから、連絡先。取り込み中、申し訳ないが。黒沢さん。こいつらの件は俺に任せてください。上に話はついてます。何があったか知らんが、面倒を起こしてくれるなよ。チンピラに絡まれたという女性二人からの通報だったはずだが。俺の強さを試そうというので答えようとしたまでです。こんな天下の往来でか。やれやれ。俺は警察官だ。暴力沙汰でも起こせばお前たちといえどしょっぴくからな。知っての通り、こいつは血の気が多いのがたまに傷でな、いろいろ大変だろうが、君が見ていてやってくれ。言ってくれるな。だがまあ、よろしく頼む。怪我も完治し、頼れる人材も得た。力を試すには絶好の機会だ。特にお前ほどの逸材を得たことは幸運としか言いようがない。もっと腕を磨き、どんな相手も俺の拳でねじ伏せてやるさ。相変わらずだな。とにかくあまり無茶をするな。お前らが揉めたのはおそらく最近この辺りで幅利かせてるゴロツキどもだ。ああいう出会いに一度目をつけられるとしつこいぞ。気をつけるんだ。もう遅い。今日はまっすぐ帰れ。いろいろ邪魔が入ったおかげで飯どころじゃなくなったな。黒沢さんの言う通り、今日は帰るとするか。すまないが、礼はまた日を改めたな。さて、俺はロードワークがてら走って帰るが、お前もどうだ。よし、暗いから車に気をつけろよ。俺は先に行く。自分のペースでついてこい。噂じゃん、原因よくわかんないってらしいよね。でさ、すげえな、もうこんな広まってんのか。どいつも暇だな、まったく。お前もう聞いた？
隣の E 組の女子が昨日の晩から夜通し行方知れずでさ、それが今朝になって校門の前でぶっ倒れてたんだと。事情は目下謎で、噂じゃ意識も戻ってねえらしい。おはよう。よう、ゆかりっち。今回の難事件、正直この俺もお手上げ侍だわ。お手上げ侍？バカじゃないの？てかバカじゃないの？二回言うな！って、そういや朝から見なかったけど、どうしたん？先生にちょっと話してきたの。今朝倒れてたって子、実は私昨日部活の帰りに見たのよ。その時は別に普通だったんだけど。へえ、サスペンスだなそれ。